ということで、今日のね、しぐれういなんですが、一応ね、まあ、マリンの配信がバンにならないようにというケア、プラス、しぐれういガイドラインに則った形で、ラインは超えない程度というところから、算出した結果、マリンがたどり着いた結論といたしましては、催眠で行かせていただきたいなと思っています。軽くラフを作ってみたんですが、こんな感じでね、なんか綺麗に液たぶで超液たぶで隠れてますが、どんな山がかかっていることに気づいてるタイプなのか、気づかずにやってるタイプなのかでかなり悩んでるんですが、まあ、ここはね、悩んだけど、やっぱさ、解像度を深めるためには、本人にヒアリングするのが一番いいかなと思ったんで、ちょっと今から本人にね、聞きます。ちょっと待って、まず、モブのセリフをまず書いて、どうしようかな、ういちゃん。君たち、じゃあ待って、モブの解像度も高めるわ。君たちのコメントから拾う。はい、ういに催眠術をかけるときの、セリフ、君たちが今書き込んでください。それをね、ここに反映いたしますので。ウェイ、今からういママに催眠かけちゃいます。うせまさか催眠なんかかかるわけないよね。ういちゃん、まさか催眠なんてかかるわけないよね。わら、これでいくか。じゃあちょっとしぐれういのセリフを今から本人から引き出していきます。ちょっとこの文章をそのままチャットに貼り付けますと。ういちゃん、まさか催眠なんてかかるわけないよね。あ、これに対するしぐれういの返しをそのままここに書きますと。いや、これも本人に聞くか。催眠にかかった時ってかかってることに気づいてるタイプ、気づかないタイプどういう質問。歯かかるわけないが、あ、君たち的にはういの返しは歯かかるわけないがかかるわけないがだって書きますね。ちょっとでけえペロペロペロ表情直すか。ちょっと点々点点だったので、ちょっとドン引きの表情の方がいいのかもしれない。いいじゃんこの感じで行こう。はぁって感じのねえ。インキャプテン、ホーションマリン、アイムホーションマリン、イエーイ、イエーイ、イエーイ。